久保さん。いやー、問題点、ご指摘ありがとうございます。なんかね、調べたら、まあ間違いなく <laughs>、ずれてましたね <laughs>。軌道修正ありがとうございます。で、えー、僕が29話ですね、これね、はい。で、えー、今回は自由に生きる方法ですね。さっきね、久保さんブログ書いてたんですけど、多分ナイト2000とか、まあ僕の GT-R、まあ久保さんのナイト2000も幼少期、 あの、憧れの車だったと思いますし、僕も GT-R に関しても憧れの車でした。で、今回 BM 買ったのも、やっぱその、外車っていうところで、やっぱベンツと、えー、ベンツとか BM とか、その外車が、まあ、街中走ったりとかしてるのを見て、あどうやったらあんな車に乗れんだろうみたいなね、外車高い、みたいなね。<laughs> なんか憧れですよね。やっぱその、で、実際に乗ってみて、ああ、あの、あいいな、みたいな。 でなんかシートも革なんですよ。だから革の匂いがね、なんかいいっすね。革の匂い。なんかあの GT-R はもう古すぎるんで、あとタバコの匂いしかしないんで、あれですけど。で、今回その自由に生きる方法っすね。あーまあブログにも書いてたんですけど、自由に生きるって、あのぶっちゃけみんな自由に生きられるんですよ。何かを手放したら。何かを手放したらね。 久保さんは、例えば、麻雀店を手放したから今自由にな,りなってます。うん。とか、まあ、あの、ブログで書いたのが、これちょっとわかりづらいんで、ちょっと、あの、ブログで書いたことをちょっと言いますけど、例えば、時間がないっていう人結構多いんですけど、じゃあそれなんで時間がないかっていうと、正社員で働いてるからなんですよ。フレキシブでアルバイト、アルバイトってフレキシブで入れるところ、入れられるところ、まあまああると思うんですけど、じゃあフレキシブルで1週間にじゃあ3回、 とかにしてそしたらあとで全部時間自由じゃないですか。で、深夜やるのか夜やるのか自分でも選べるし、でも正社員の場合だと、この時間来てくださいねみたいな縛りあるんで、時間的自由を束縛されるじゃないですか。だけど、それの代償としては給料少ない、安定がないとかね。だけど、時間は自由に手に入るよとで。あとはブログで書いたのが、 あの手取り20万の人が家賃2万のオンボロアポートに住んだら18万残るじゃないですか。でもこれ手取り20万の人が15万のところに住んだら5万しかないわけですよ。だから18万の自由、使える金の自由を手にするのか5万なのかっていう話で。だから何かを手放すとあの何かを手に入れられるんですよ。っていうのがあるわけですよ。で、じゃあこれ手放したくない。 なあのその例えばナイト2000とかね一軒家買いたいとかねこれって別に何だろうなあの贅沢だと思うんですね贅沢 <laughs> 別に久保さんあのねあれじゃないですか久保さんホームレスやってたんで分かると思うんですけどホームレスでも別に生きていけますよね大丈夫ですよね <laughs> だから生きていくということに関しては別にお金がなくても何とかなるんですよ生きていくっていうのは生活保護もあるし だ結局何かが欲しいとか何か住みたいとか何か手に入れたいって贅沢なんですよ。欲望。まあ、久保さんが欲望に素直になれみたいなね、この億万長者合宿でも言ってくれてましたけど、結局何かを手に入れたいって欲望でしかないんですよ。だからその自由に生きるとは実はあんまり関係ないんですよね。だからホームレスの人でも自由に生きてるんですよ。だから前その1%の成功、なんかリアクションみたいな本の中にこういう話があって、 あの、エリートサラリーマンがね、ホームレスの人の前を通ったんですよね。なんかスーツパシって決めて。で、ホームレスの人が、お、なんかあんちゃんすごいね、みたいな。あんちゃんの夢は何だみたいな。ホームレスの人がね、そのエリートサラリーマン風の人に聞くわけですよ。僕はお金持ちになって、まあ、なんかフェラーリとか乗って、まあそういうの頑張ってんだ、みたいな。へぇ、すごいね、とあ。あんちゃんはそのフェラーリとか高級車とか、なんかそういうね、 なんだそう,そういうのを手に入れて、最終的にどうしたいんだと、あんちゃんは。って聞いたら、そのあんちゃんは、いや、俺は自由になりたいんだと。とで言ったら、そのホームレスの人はね、俺自由やけどな、みたいなね。<laughs> このトンチね。これね、僕ね、ズバッとね、おもろいなと思って、もう一生忘れないですけど、このフレーズ。このやりとりが、この本に書いてあったやりとりがね。超面白くて。だから、自由って別に、みんな入れられ、何かを手放せば自由になるんですよ。 分かりますそのだたた例えばね、世間的な、うーん、しがらみですよね。なんか、ホームレス汚いとかね、そう思われるとかね。なんか、その、ホームレスは低辺層とか思われるとか、なんかそういうのを全部手放した場合、いや、俺自由だし、みたいな。別に何思われてもいいし、みたいな。いいじゃん。家なくても何が悪いのみたいな。え、家がなくて何が悪いのだから、家がない方が自由だし、みたいな。<laughs> どうですか。家に帰らなくていいし、みたいなね。 だから、その自由に生きるって、本当にそのお金は別に必要じゃないんですよ。だからみんななんでお金が欲し,いか欲しいのかっていうと、やっぱ、あの、リッチに過ごしたい欲望だと思います。だからそれじゃあ、その欲望を叶えるために金稼げって話です。素直に。だからもう本当ね、久保さんのその欲望に素直になれっていうのがね、すごく、まあその通りだなっていうところで、うん。 思いますね。うん。だから僕も、あの、そう、以前、その、ランボルギーニ買いたいですって、まあ、今回、その、BM 買いましたけど、今度の、まあ、ランボルギーニですね。ランボルギーニの裏感のスパイダー,、えー、屋根なし。屋根、屋根はあるけど、<laughs> あれ、ちょっと手に入れるため頑張りますよ。うん。で、それは、なんだあまあ、それが目的ではないですけど、 ある程度金稼いで。僕5億円って決めてるんですけど、5億円あればまあまあ、なんとか10人やっていけるじゃないですか。で、その5億円の中の余剰資金でランボルギーニー買うっていう。だランボルギーニーはね、あの BM の何十倍維持費かかりますから、まあ、BA、BM もなんか維持費高いみたいですけど、まあ GTR の方が高いかもしれないんで。だ、でもランボルギーニーはね、高いんですよ、維持費。もうすべて高いですね、ランボルギーニーとフェラーリ系は。 なんで、まあ、それを想定して、じゃあ、その余剰資金、5億ぐらいあったら、その余剰資金でランボルギーニ買ってもまあ痛くないなっていうところで、そこを目指してますね、今は。お金に関しては。あとは、将来のことですよね。まあ、年取ってきますから。 5億、障害賃金が2億、3億って言われてますから、じゃあ5億稼げ,ば稼げば余剰資金2億あるじゃないですか、じゃあその余剰資金2億で、えー、なんか好きなものを買ってみたりとか、いろんなところ行ってみたりとかすればいいのかなっていうところで、僕は最近5億っていうね、どれぐらい稼ぐのか、その着地点ですよね、42.195キロの金を稼ぐという行為の着地点は5億かなっていうのは、今、結構最近イメージしてますね、5億、5億あればいいかなっていう。 まあ2億円予償資金あったら久保さん大丈夫じゃないですか。多分、もう十分かなと思うんですよね。そう。まあそんな感じですね。はい。いってらっしゃい。